お疲れ様。勝ったね。やった。キリト、どうかしたの？今、何か聞こえなかったか？獣の鳴き声みたいな。あ、本当だ。確かに聞こえたよ。ここからそう遠くはないみたいだね。行ってみるか。たかが獣と侮るつもりはない。しかし挑んでくるのならば容赦はしない。多勢であろうとひるむものか。オルティナノスの剣撃、いかなるものかを知るがいい。大丈夫かい？余計なこと。私一人で十分だ。いくら君が強くてもこんな数を相手にするのは危険だぜ、お嬢さん。ごめんね、こいつ言い出したら聞かないんだ。好きにするがいい。だが、そのふざけた呼び方を今すぐ改めろ。なら教えてくれ、君の名前は？私の名はメディナ。意志を継ぎ、戦うものだ。大丈夫か、二人とも。僕は平気だよ。メディナは？ムカつく。え？助けてくれなどと私は頼んでいない。とは言ってもさっきの状況に一人で挑むのは無謀だと思うぞ。無謀と思えるくらいの試練でいいんだ。そうでなければ何のために剣技を磨く旅に出たのか。剣技を磨く旅？ひょっとしてメディナも剣士なの？どうでもいいだろう。もしかして行き先もザッカリアだったりして。うん、当たっているみたいだぞ。勝手に推測するな。もしメディナもザッカリアを目指しているなら、これ以上話すことはない。どうする、キリト？この道の向かう先はザッカリアなんだろ。だったらせっかく目的地が同じなんだから。
んだ。一緒にザッカリア行かないか。私にはやるべきことがある。貴様たちとのんきに旅をしてはいられない。僕たちにもやるべきことはあるよ。ああ、別に旅を楽しくするために一緒に行こうってわけじゃないさ。一人で旅をしていたらまたさっきみたいな状況に陥って危ないかもしれないだろ。けど同行者がいれば少しは安全なんじゃないかな。しかし目的は違うかもしれないけど、ザッカリアを目指すまでは協力できると思う。お互いの目的を果たすためにもそれが賢明じゃないかな。そうだな。ただし条件がある。なんだ？余計な詮索はせず、ザッカリアで別れる。そして道中は私の行動に口を挟むな。獣を相手取り剣技を磨くことも私の目的の一つだ。それを邪魔されるわけにはいかない。分かったけど無理はするなよ。貴様らの指図は受けん。私は私のやるべきことをする。指図するつもりはないさ。短い間だけど仲間としてよろしくな。仲間だと？よろしくね、メディナ。本当にこの者たちは一体何なんだ。ムカつく。がここで死ぬわけにはいかないのも事実だ。私にはやるべきことがあるんだ。行くわ。任せろ。あの人どうしたんだろう。助けないと。急ぐぞ。うん。大丈夫ですか。ああ、助かったよ。しばらく何も飲んでいなかったから。一体なぜそんなことになったんですか。どうしても行かなければならない場所があってね。遠出になることは覚悟していたが、気づいたら体力も限界で、ご覧のありさまというわけだ。そこまで無理をするなんて。一体どこを目指していたんですか。昔、花畑として使われていた場所だよ。前はそこで採れる花が祝い用の花束として使われていたんだ。では、誰かに渡すために。ああ、娘が結婚するんだ。本当は商人から買う予定だったんだが、平民には高すぎる値段でね。そんな時にたまたま昔に放棄された花畑の話を聞いて、こうして取りに来たわけだ。だとしても無茶しすぎですよ。そうだね、昔からそうなんだ。娘のためとなると後先を考えずに行動してしまう。まったく父親失格だね。娘にも怒られてしまうよ。
いや、確かに心配はするでしょうけど。そんなことはない。あなたの考えを知れば娘さんも必ず理解してくれるはず。メディナ、そうかな。だといいんだが。とにかく家に戻った方がいいですよ。いや、ダメだ。花畑を見つけるまでは帰れないよ。しかし、花畑まではそう遠くないはずだから、あとは花を摘んでまっすぐ帰るだけだ。だったら僕たちも一緒に。気にするな。君たちにも目指すべき場所があるんだろ。ありがたいが、それを邪魔するわけにはいかないよ。わかりました。街道からそれないように気をつけて。ああ、ありがとう。大丈夫だよね。本当は家まで送るべきなんだろうけど。目指すのはザッカリアだ。そうだろう？うん、そうだね。はい。この近くで50歳くらいの男の人を見かけませんでしたか？もしかしてさっきのおじさんのことかな。見かけたんですね。ええ、ついさっきのことなんですけど。やっぱり花を探すために。父さんたらそんなことしなくていいって言ったのに。父さん？それじゃああなたは。はい、娘です。父さんを探してここまで来たんです。花畑を目指していると思って急いで来たんですが。花畑はここから近いと聞きましたよ。すぐに会えるはずです。確かに距離はそう遠くありません。ですが花畑そのものに問題があるんです。一体どういうことです？その花畑は人里から距離があるため獣たちが住み込んでしまい放棄されたと聞いています。多くの獣の中には凶暴なものもいるそうなのです。ですが父さんがそのことを知っているとは思いません。大変だ、追いかけて引き止めないと。うん、今なら獣に襲われる前に追いつけるかもしれない。しかしそんな危険なことに見ず知らずの方を巻き込むなんて。問題ない、私たちは剣士だ。メディナ、手伝ってくれるのか？もちろん剣技を磨くためだ。獣も多くいるみたいだしな。貴様たちのようなおせっかいとは全く違う。ああ、ありがとうメディナ。ムカつく、なぜそこで礼を言う。それじゃあ急ぐぞ。負ける気しないぜ。
れ様。よし、私たちの勝ちだ。Thank you.
さあ始めようか。
行くよ。行くぞ。いた！間に合った！やばい、結構強そうだぞ。問題はない、一匹残らず蹴散らしてやる。え？なんか目覚めた？死ぬ気で来い、私が相手だ。一気に行くよ。行くぞ。ついてこい。お疲れ様。お疲れ様。怪我はないか？ああ、ありがとうお嬢さん。無事で何よりだ。本当にありがとう。君たちが来てくれなければ二度と私は。感謝の言葉なら彼女に伝えてくれ。父さん！なんでお前がここに？心配で追いかけてきたに決まってるでしょ。私、父さんがいなくなったらって考えたら。ああ、すまない。本当にまたこうしてお前に会えてよかった。メディノ、私は先に行っている。僕たちも行こうか。ああ、そうだな。それじゃあ二人とも気をつけて。君たちも旅が無事に終えられるといいな。ありがとうございます。待っててくれたんだな。勝手に行ってもすぐに追いかけてくるだろう。それに同行を許したのは私だ。責任が私にもある以上、ザッカリアまでは共に行く。そこでお別れなんだよね。そういう話だったろ。でもメディナも剣士ならザッカリアの剣術大会に行ってるんじゃ。詮索もしない。これも約束したはずだ。そうだね、ごめん。では行くぞ。歩いたな。お腹も減ったし、さすがに疲れてきた。それに
空も暗くなってきちゃったね。なんだ、情けないな。私はまだまだ平気だぞ。まあ歩けないってほどじゃないけどさ。ユージオ、ザッカリアってあとどれぐらいだ？君まさかとは思うけど、地図読まずに歩いてたの？いや、ユージオがいるし、なんとかなるかと思ってさ。君ってやつは…まあいいや。そうだね、まともに歩いてあと半日はかかるよ。なるほどな。このまま夜通し歩くってのも無理があると思わないか？私は歩ける。なんなら一人で構わない。いや、女の子が暗い道を歩くのはちょっと危ないんじゃない？さっきみたいな獣がいるかもしれないし。っていうか、どうしてそんなに先を急ぐ必要があるんだよ。急いではいない。私は武術修行のようなことをしているだけだから。なるほど。じゃあこの辺りでキャンプ、あ、いや野営しようぜ。野営？なぜそうなる？いや、お腹も空いたし、夜になったことだし、朝までゆっくり休んでから動いた方がいいと思ってさ。キリトはお腹を満たしたいって気持ちがほとんどでしょ。まあ僕も空いたけど。そうだろ。よし、セレカがくれたパンと干し肉使って晩飯作ろうぜ。あ、ちょうどもう一人分ぐらいあるし、セルカ特製調味料も入ってる。おい、私を無視して話を進めるな。第一、出会ったばかりの男どもと野営など。メディナ、さあ私の言うことに従え。するわけないだろ。あ、メディナ。そうだよキリト、女の子に対して繊細さがあまりにもないよ。いや、メディナとは離れて寝るし別に問題ないだろ。私はもう行く。なんでだよ。行くと言ったら行く。お前たちと共にある理由がない。大丈夫？やっぱりさっきの戦いで疲れちゃったのかな。あ、ちょっと待っててくれ、水取ってくる。ムカつく。メディナ、ほら飲んでくれ。ありがとう。お礼言えるんだ、意外だな。何を言う、当然だ。私は父に恥じるようなことはしない。そっか、立派なお父さんなんだな。はあ、本当に勇敢な人だった。メディナ、やっぱり今日は休んで明日また動いた方がいいと思うぜ。余計な世話だ。お前たちは好きにすればいいが、私は関係ない。夜に闇雲に動いたら獣に襲われるかもしれない。そうなれば元も子もないだろう。お父さんだって心配すると思うぜ。ムカつく。よし、それじゃあメディナの分も夕食作りと行くか。持ってきた布があるから、それで天幕を作るよ。寝る時になったらそこで休んでね。僕たちは外で一緒に毛布にくるまって寝るからさ。おお、さすがはユージオ君、繊細さのあるいい考えだ。おい、私は野営することにまだ賛成していないぞ。よし、ユージオはナイフでパン切ってくれ。無視するな。ごめんね、悪いけどあいつのわがままに付き合ってあげてよ。まったくもってムカつく奴らだ。さてと、それと楽しみだ。
やっぱりセレカの特製調味料は最高だな。とはいえずっとこの調味料には頼っていられないけどね。誰かさんがいっぱい食べるせいでもう残ってないし。そうか、ここでは料理スキルを上げる必要があるってことか。何か言ったかい、キリト。いや、なんでもないぜ。どうでもいいが、セルカというのは？僕の友達の妹なんだ。とても真面目で優しくて料理上手ないい子なんだよ。そうか。どうしたの？いや、おそらく私がお前たちとザッカリアで別れれば二度と会うことはないと思うが、その娘にはうまかったと感想を伝えてほしい。わかった、伝えるよ。メディナってどこから来たんだ？お前は何の脈絡もなく話に割って入ってくるんだな。いや、普通に気になるだろう。なんか雰囲気とか服装の感じがユージョやルーリットの村の人たちとは違うからさ。お前たちが知る必要も私が語る必要もない。意味深にされると余計に気になるな。もうムカつく、面倒くさい。別にどこから来た人間であろうと関係ないだろ。どうせすぐに私たちは別れるんだし。わかった、余計な詮索はしないよ。ムカつく。おやすみ、メディナ。ミュージオ、枕になるもの持ってないか？持ってないよ。カバンを枕にすればいいんじゃない？ねえ、カバンだとゴツゴツしそうだな。ギガスシダーの枝入れてるし、頭に刺さったらどうするんだよ。つべこべ言っていないで早く寝ろ。はーい。じゃあ今度こそおやすみ、メディナ。まったく、なんであんなムカつくやつらと野営などすることになったのか。私はただ一人でこの旅を始め終わらせる気でいたのに。そう、私たちが失ったものを取り戻すために私は。やっぱり父親は強いな。いつまでたってもかなわないや。オルティナノスケの家訓は強く正しくあること。心の中が常にそうあれば恥じることは何もないんだ。父上なんて大嫌い。結界品のオルティナノスケになんて生まれたくなかった。そうかもしれないな。ああ、メディナ嬢、この旅はご愁傷様でしたな。大方遊び歩いていたのでは？治療地を所有する二等借子が貧しいなど考えられない。オルティナノス殿との別れは済んだ。これにて立ち去らせていただこう。父上。父上。私はメディナ・オルティナノス。
あなたの残した剣で聖剛騎士となり、必ずやオルティナノス家の汚名を注いでみせる。メディナ、おい、メディナ、大丈夫か？すごくうなされてたみたいだけど。別に、何でもない。冷や汗びっしょりだよ。本当に大丈夫？少し、夢を見ただけだ。待たせたな。それでは早く出発するぞ。ねえ、朝飯食ってからだろ。なんでお前はそんなにも食事を重要視するんだ？誰かさんが僕の腕を枕にしたせいで筋肉痛だよ。悪いな、枕がなかったからしょうがなかったんだ。理由になってないし、僕の腕は枕じゃない。まったく。よし、それじゃあ出発だ。メディナ、大丈夫？え？さっきからちょっと様子が違う気がして。余計な世話だ、問題はない。そう、ならいいんだ。さてと。うん。なんだ？頼みたいことがあるんだけど。しょうがないな。ありがとう。
よろしく。